月のフレッシュマンは阿蘇市西湯の浦にあります熊本県の草地畜産研究所にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします、はい。ではまずお名前と年齢を教えてください。名前は本島武史と言います。で年齢は今23で今年24になります。はい。本島さんは、阿蘇市外の出身ですが今は阿蘇にお住まい。はい、今阿蘇に住んでいます。はい。この仕事に疲れてもうどれぐらいが経ちますか？今年で2年目になります。はい。普段はどんなお仕事をされているんですか？はい、自分が肉用牛の担当をしてますので、はい、肉用牛の世話等をさせていただいてます。はい。お仕事はどうですか？まあ、そうですね、まあ、きつい部分もありますけどとてもやりがいのある仕事だと思います。はい。どんな時にこうやりがいを感じますか？楽しいこととか。そうですね、肉用牛の担当をしてますので、まあ、出荷が終わった後の、まあ、格付けが来る時がとても楽しみです。はい。じゃあ今までこう嬉しかったことも何度も。そうですね、嬉しかったこともありますし、なんでダメだったんだろうっていう部分もあります。はい。もともと動物がお好きとか、まあ、この仕事に就くきっかけは何だったんですか？はい、そうですね、大学が農学部のようなところにいたんですけど、もともと動物が好きで、まあ、食べるのが好きっていう部分があったので、はい、畜産に進ませていただきました。はい。じゃあこう美味しいお肉作りを、はい、これからも頑張っていければ、はい、いいかなと思います。はい。阿蘇市に来られても2年目ということですが、はい、阿蘇市どうですか？そうですね、冬寒いですけどまあ夏とても綺麗な景色があるので自分は満足してます。ここからもね、あんなに語学が綺麗に見えて、やっぱりこういう環境で仕事するっていうのは。そうですね、仕事で大変なことがあっても、まあ、景色とても綺麗なので、まあ、うまくストレス発散もしながらできるかなと思います。はい。じゃあちょっと個人的なこともお伺いしますが、23、ね、今度24になりますが、結婚願望とかは？そうですね、できれば30歳までにぐらい、はい、できればいいかなと思ってますけど。どんな女性がタイプですか？まあ、面白い人がいいかなと思ってます。はい。じゃあもしそんなタイプの女性の人と阿蘇でデートするならどこに行きますか？自分は綺麗な景色見るのが好きなので、まあ、大観望に一緒に行ければいいかなと思います。はい。じゃあ最後にですね、お勤めの、草地畜産研究所の PR をお願いできますか？はい、はい。草地畜産研究所では阿蘇の草原をうまく活用した試験研究をやっています。で、今後もまあ、その草原の保全に向けた試験研究を進めていければいいかなと考えています。はい。今月のフレッシュマンは、熊本県の草地畜産研究所にお勤めの本島さんをご紹介しました。じゃあ最後は最高のロケーションの中でフレッシュマン、はい、じゃあフレッシュマンって言ってください。はい、いきますよ。じゃあせーの、フレッシュマン。